未来のマットで歴史を刻み続けていきますんで、どうかご声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。自分は多分これから多分勝ち続けて嫌われるかもしれないけど、だからそれぐらいのね存在になっていいですね。絶対の王者じゃない。惜しいけど勝てないみたいな相手は。とりあえず確信があったし、やっぱり向こうの思いが大多数だと思われたし、それでも俺は、腕で取ってどん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 跳ね返しています。憎らしいものは強く終わらないと。そうですね、今日みたいな感じじゃとてもダメですね。なんで、それは畑、はい、メインを務めたという形にもなりました。そうですね、形的にはそうなって、が自分も、いけたなと思いましたよ。十何年ノアにはいるし、どん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 ね、やつらの高い旅になります。はい、ジュニアはボードは絶対の次の挑戦者は原田から大原の勝者という形になるのが濃厚です。うん、絶好の相手じゃないですか。向こうも多分美味しいと思ってるし、まあ絶対負けないですから。どっちに来てほしい。いや、そんなのない。どっち来ても一緒だし、今年の初めに多分確か大原選手、まあ負けてますよね。でも何回勝ってるし、まあ、シングルでは全部勝ってないですよ。それもいいかもしれないけど、俺は原田に負けてベルトを取られてるしね、そういう相手でもあるし、だから俺的には絶好相手ですね。